広いガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。まあ心を込めてこのラブですね、これを感じながら思いっきり歌いましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせております。フルでやってみたい方、2番とかコード進行一緒ですね、コード変えて2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を作ってください。で、今のあのガズレレ YouTube のシンプル簡単バージョンなんとか一緒にできたよという方、それでもやっぱ自分で紙に書き起こしてご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるようにいつもガズのノートを見せてるんですけど、見て、もう20冊目です。登場しました。これ第20冊目の1曲目になったんですけど、このノートこうやってみんな見てねって言うんですけど、なかなか忙しくて書けないとかいろいろ難しいってことがあって、今このガズクラブというサービスが始まりました。これはですね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズがいつも写してるこのノートのこのデータそのものを皆さんのお手元にダウンロードでお届けできる、毎月5曲ね、ということでガズクラブ会員募集よろしくお願いします。それでは、写せる方これを見ながらどんどん書いていってください。あ、いつものことなんですけど、これ今日結構いろいろ書いて、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで、出てくるコードなんで、今のシンプル簡単バージョンはこれ上の段ですね。はい、この辺ちょっと詰まってますけど、後でしっかり解説していきます。そしてここに注目、ここのね F、ここね、2拍です。テロップでも書いてあったけど、これ、要注意ですね。で、ここで4拍分伸ばしてというふうにイメージしてください。はい。で、これね、バックナンバーはですね、これ歌のね、
メロディーラインとこの言葉のタイミングがもうものすごい独特なんですよ。で、なかなか掴み取るのに時間かかるんですけど、まあもちろん聞き込んでる方はアドバンテージあると思いますけど、はい。こんな感じで画像を書いております。ここにもちょっとコードね、かっこいいバージョンと簡単バージョン差がついてますんで、A メロから B メロまで、メモってください。一時停止でね、お願いします。これちょっとわかりづらいなという方は、もちろんさっきの演奏中の動画を一時停止して書いて、メモってもらうのがいいと思います。そしてね、一応ポイントとしてはこの上に君のとこの点が書いてあるでしょ。この点で、ね、画像はリズムを取ってます。君の毎日に君のとに C が始まるとか、そんなイメージですね。はい。じゃあ次の箇所。まずこれ、サビなんですけど、言葉が結構すごいギュウギュウ詰めに詰まってるんですよね。なんでこれは結構、リズムにストーンと落としながら歌うのは結構奥が深いと思います。で、ここのしかもこのブリッジのとことか、見てください。もう横に書ききれなくてもう早口状態なんですけど、でもそういうのは聞こえないのがね、早口で歌ってラップみたいに聞こえないのがすごいですよね。言ったら聞こえるというか。はい、ちょっとこれ見づらいかな。はい。はい。そしてここ、またちょっとおとなしいサビになって、まあ、ブリッジパートと混ざったような感じなんですけど、はい、そしてまたサビに戻るって感じですね。ここサビに戻って最後ここの歌詞がですね、ここ上段が、一番最初に2回目がこれ歌詞はだから1回目がそれもで2回目が全部ってことですね。はい、それはなんとなくちょっと動画のテロップで感じ取ってくださいということです。じゃあ出てくるコードを解説しますけど、ちょっと今日シンプル簡単バージョン、このね赤く囲ってるところはかっこいいバージョンですから、まずはこのこっちのコードに注目。まず最初この解説です。言っていきます。C、A マイナー、A7、F、D マイナー、C7、G7、E マイナー7。この8個のコードで今シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、入門コードのグループ、すなわち、ドン、これです。ガズレレ必須コードというコードのグループ。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入っちゃう動画を撮ってます。ここに貼っておきます。ここでガズレレ必須コード10個。めっちゃ楽しく覚えられますんで、もう必見です。はい。今日はその中の8個出てきますね。覚えちゃった方が早いですね。で、今のシンプル簡単バージョンは、今のシンプル簡単バージョンはゆっくり、それ弾きながら歌うんですけど、これ、ま、何回も言ってるんですけど、この言葉のタイミングとリズムとメロディー。このね、歌はね、結構やっぱりこのバックナンバーならではのムードです。やっぱりバックナンバーのね、いつもこの、悶絶するんですよ、ガズも。ちょっとこれ見てもらうと、こんな風になります。すごいでしょ？こんな風に書いてるんですよ。はい。まあ、なので、これ人それぞれなんで、まあ、ガズはもうこうやって、覚えていくんですけど、まあまあ、いろんなやり方があると思うんですけど、まあ、一個こんな感じで私はやってますよってことなんですけど、やっぱり言葉のタイミングとメロディーがすごく絶妙なところに入ってくるんで、難しいというか面白いというか、そこにご注目です。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説を入っていこうと思います。かっこいいバージョンはですね、まずコードがいろいろ追加になってます。ちょっとこれ今日いろいろあるんですけど、上から順番に見ていこうかな。あ、これ、言い忘れた。これね、E7 が、E7 もさっきのガズレリースコードのグループなんで、これは今日はちょっと解説を省きます。これは入門コードですからね、E7 ね。じゃあここから行きましょう。A シャープから。A シャープもよく出てくるんだな。A シャープっていうのを押さえる場所、こことここですね。ここギュッと反らせて、ちょいちょいと立てる感じ。ここの2つをこういうふうに押さえる。このぐらい反り返る。ちょいちょい。これちょっと初心者さんがパッと行くにはちょっとなかなか難しい。慣れてる人は1フレット全部制覇といって押さえてちょいちょいでももちろん OK です。A シャープ一瞬というかね、まあ、結構出てくるからイントロとかね。はい、その次。これは初心者さんが突っかかるコードだと代表。F マイナー。F マイナーは押さえる場所。C のところと1弦と3弦、こことここですね。こう。はい。これが教科書通りの押さえ方です。薬指は浮いてますよ、これ。はい。で、ガズの場合は握り上からここの部分を上からグッとこう押さえ込んじゃうスタイルでやってます。同じ音です、もちろん。なのでどっちでも、これはこの間もちょっと解説しましたけど、ロックスタイルとクラシックスタイルって、まあガズは勝手に命名してますけど、まあご自身のやりやすい方でいいと思いますので、 F マイナー弾いていきましょう。はい、そしてあともう一個はね、 G7 サス4、これちょこちょこで、これは簡単だね。 G7 サス4は G7 と G7 サス4って行ったり来たりです。まずじゃあ入門コードの G7、 当然ながらこれは分かるよね、この三角形。小指見て、これ足したら G7 サス4、これ離したら G7。 これはね、ブリッジパートのところで一回出てくる。これはまあ結構簡単にできると思います。 G7 から G7 サス4から G7。 はい、こんな感じでコードが追加になっていきます。はい、そしてですね、やっぱり曲のやっぱ一番大きなかっこいいバージョンのと簡単バージョンの差はですね、やっぱり リズムなんですよね。今日はね、この2つのリズムを混ぜた感じでいこうと思います。これ、はい。ガズペジオと16ビートのチャーでございます。ガズペジオっていうのは、こ
こんな感じ。ちょっとピアノっぽいイメージですね。これはですね、バックナンバーの原曲を聞くとちょっとイメージが違うかもしれないですけど、ちょっとガズレレオリジナルアレンジで、おとなしめのところをガズページでやってみようかなと思います。で、メインのリズムは16ビートのシャなんですけど、これもゆったりしたスケール感があるようなね、ちょっとこうガツガツいくパワフルタイプじゃなくて、ほんとこう優しいスローな16ビートのシャです。こんな感じ。感じの感じがいいと思いますね。16ビートのチャでいきたいと思います。じゃあこの2つの弾き方、一応解説動画ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズページをと16ビートのチャという動画で、練習していただきたいんですけど、ガズページをは結構簡単にできると思うんですけど、やっぱり歌歌いながらリズムキープはちょっと難しいですよと。で、16ビートのチャはやっぱりこれはね、もう難しいリズムでございまして、こういうのストロークって言うんですけど、まずこれを基本の8ビートというストロークから練習していただいて、全然やったことない方、8ビートのチャ、16ビートのチャというように、先ほどのところに行くと、もうそういう順番になってますんで、やってみたい方はぜひ挑戦してください。この16ビートのチャは、このバラードタイプの16ビートのチャで、ゆったりやるのが一番難しいというふうに私も思いますが、いずれはね、こうイマジネーションを高めて、リズムもどんどんものにしてやっていきましょう。そして今日ね、このマークいっぱい出てきます。これシンコペーションといって矢印が書いてある。リズムが前にスコーンと入ってくるというやつです。ね、特に顕著に出てくるのが、ブリッジパートのとこですね。ブリッジパート。思えばどんな、ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。思えばどんな笑顔を見たって、どんな小説や音楽。わかった。矢印のとこでリズムがスコーンと食い込んでるでしょ。もう一回。スリー、フォー。思えばどんな、ドーン。タカタカ、ドン、ダダカ、ダーン。この矢印のところでリズムがスコーンと食い込んでくるので、この矢印マーク見逃さないようにしてください。結構かっこいいところで入ってくるんですよ。ここがポイントになると思います。そして、さっきも何回も言ってますけど、ワンブロックにコードがね、4つ入ってくるとか結構いっぱいあるんで、もう、例えば こことか、こんな風に、ここでちょっと慌てないようにしてくださいっていうのと、あと伸ばすとかそういうのはテロップに書いておくんで大丈夫だと思うんですけど、今回ね、ちょっとイントロこだわりたいと思います。イントロ、ちょっとね、やってみます。テロップ出してみます。ワン、ツー、スリー、フォー。でーんでーん。ここガズペジョ。でーん。次からこう。でーん、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 でーん。D マイナース。ここで一回伸ばした。D マイナー3回弾いたらちょっと溜めたいんです。ここがね、面白いところで。もう一回。でーん、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 ここ、ダンダンダンって3つ。D マイナー、E マイナー、セーブ、F マイナーをダンダンダンと感じさせたい。ちょっともう一回最初から。でん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 。ここの A シャープ難しい。でん、A マイナー、A セーブ。でんでんでん。でん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 。こんな感じでやりたいんですよ。だから D マイナー3回連続の一番最後でちょっと伸ばす。もう一回。でん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 。F マイナーのところは2拍ですね。はい。ここはちょっとキーポイントです。ここのイントロがね、結構印象的でかっこいいんで、ちょっとしっかり決めてみましょう。はい。あと細かいところ解説していきますと、このテロップに書いておきますけど、1回目のサビが終わってブリッジに入るところで、ちょっとだけ C と G7 ちょっとやってみますね。ありがとうで楽しそうなのも、全部君がいい、だんだんだじゃず助かったか、ダトーン !C!C G7 で速攻でズバーンって感じでこう決めを入れていこうかなと思います。あとね、似たような感じでそのブリッジパートの一番最後の、見慣れたはずの C G7Am 街がこんなにもバカだな僕はバカだな僕は C7 でダーダータタ止まる。これも言葉にあってバカだな僕はC7。ここも、ちょっとのところですけど、キメを挟んでいきましょう。で、その次の、もう一回おとなしくなってサビに戻るところをやってみましょう。君の街に白い、ここはガズページをね、出た時、君は誰に会いたくなるんだろう。ここはスーッといて、雪が綺麗だね、ねねねな、なるんだろう。僕はここで、ダンダンダン。やっぱり僕は、ダンダンダン。ここ、ダダダダって書いておきますんで、この辺はこうイメージで、だんだん盛り上がっていって、最後のサビにドーンと突入。そんな、こう、
高低差、はい、押し引き、駆け引きをこう表現してみたいと思います。さあこのヒロインなんですけど、全体的にはやっぱりリズムがずっとこう落ち着いて、まあしんしんとしたイメージの、そこのどっしりしたところでこう歌がこうメロディーとこのストーリーを告げていくというようなイメージがいいと思います。そしてやっぱり先ほども言ったんですけど、この歌詞のね、このリアリティのある雰囲気というかですね、そういうこうイマジネーションやっぱり、そういう光景を浮かべながらやっぱりこのリズムと合わせて一つの音楽にしていくというのがいいんじゃないかなと思います。心を込めて歌ってみましょう。はい、それでは行ってみましょう。バックナンバーのヒロインガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ヒロインガズレレ流かっこいいバージョンやってました。いやーいいですね。こう光景が浮かぶようなそんなような演奏になるといいと思います。まあなんかのようですけど、リズムがこうやっぱり一応いろいろやってはいるんですけど、ちょっと落ち着いたそんなムードが出せると、この曲もまたなんかこういい感じがなんか高まるんじゃないかなと思います。はい、皆さん大いに歌っていきましょう。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とかあっちに置いとくっていうのの一冊にもおすすめでございます。連れ回してください。ガズレレのウクレレたち、 G ラボウクレレたち、ただいま大好評販売予約期間受付期間真っ最中です。概要欄に詳細貼ってあるんで、ぜひチェックしておいてください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、
インストールは無料ですので、まず入れてみてお試し、あの額もあるんで見てみてください。そこでもねたくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとねこの水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。あの公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとねありますね、まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとねガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい、本も出てます。これねガズさんが考えたね宇宙一簡単なあの弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの YouTube、 これ YouTube チャンネルやってるんですよガズピアノ。ぜひ皆さん、あの本当に簡単ですから、あの鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれこのガズレレ公式ホームページを見てもらうとですねすごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。